おはようございます。バイクで日本一周3週目、5月23日月曜日、現在時刻朝5時11分です。今私ね、こちら山口県にあります栗野川河川公園というキャンプ場で朝を迎えております。このような感じでね、ちょっと空はね、雲がねありますけども、うっすらね霧がかってるような雰囲気で、朝なんか気持ちいい雰囲気ですね。空気が澄んでると言いますかね。今日はね、東の方角に向かってね、中国地方をずんずんと進んで北海道の方をね目指して走りたいと思います。昨日の夜はね、ずーっとそこのね草むら、そこ川が流れてるんですけどもね、向こうからねバキ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 ね、草むらを何か獣か何かが歩いてる音がねずーっとしてたんですよね。最初はね、夜中見に行った時ちっちゃい動物のように見えたんで、猫かなんかかなと、野良猫かなとか思ってたんですけどもね、タヌキとか。途中からね、結構なね、大型動物の足音のようなね、人間が歩いてるようなぐらいのね、バキバキ、バキバキとかいうね、この辺りクマとかいるんでしょうかね。中国地方、山口県なんで、もう九州から出たんでね、ツキノワグマがいるかもしれないですね。怖いですね。さあ、現在時刻8時12分ですね。出発します。さあ、今からはですね、山口県にある川尻岬っていうところにね行ってみたいと思います。視聴者さんのねおすすめスポットということで教えてもらったんですけども、なんかねいろいろキャンプ場もあるんですよね。展望台とかもあるんですけど、昨日そのキャンプ場に泊まるか迷ったんですけどもね、天満屋の方のキャンプ場でもうなかなか良かったんでね決めちゃったんですけども、今ね、看板出てましたけども、川尻じゃなくて川尻って読むみたいですね。川尻岬のようですね。さあ、今ね、手前5分のところですね。このようなね、片側1車線のアスファルトのね、広い道で大きい車でも問題なさそうですね、今のところは。さあ、こちらを右に行きまして、川尻岬、あと2分750メートルですね。ここからちょっと道が細くなりましたね。おっと、おばさんが。この辺り民家でもあるんでしょうかね。歩いてましたね。さあ、もうあと500メートル、両サイドね落ち葉が結構あるんで、雨の日なんか濡れ落ち葉にはちょっと注意ですね。岬神社、あ、この辺り民家でしょうかね。民家っぽいですね。車も止まってますね。さあ、もう到着しますけどもね、あ、正面、何やら自販機が見えてきました。そして車も止まってますね、3台ほど。ここでしょうかね。これ右手に駐車場のようなものがありますね。そして駐車料金表、普通車300円、軽自動車300円、自動二輪車150円、10時まで、食堂川尻岬、これ中に入れていいんでしょうかね。食堂ってどこでしょうか。車結構止まってますね。ちょっと食堂を探しますか、まずは。ここはね、ネットの書き込みによるとね、管理人さんがいる時のみなんか駐車料金がかかるとかいうふうに書いてたんですけども、そのね、駐車料金のみでキャンプができるっていうふうに書いてたんですけどもね、ネット上には。さあ、現在時刻8時43分です。今私こちら、山口県長門市にありますね、川尻岬キャンプ場に到着しました。さあ、食堂というのがこちらでしょうかね。すいません。すいません。誰もいらっしゃらないんでしょうか。ちょっといらっしゃらないようですね。ここしかないですよね。すいません。いないですね。この車はじゃあみんなキャンプされてる方なんでしょうかね。ここはもう川尻岬っていうことでしょうか。もう岬のところにキャンプ場があるっていうことなんでしょうかね。こちらはトイレのようですね。これは炊事場っぽいですけども、炊事場なんでしょうか。炊事場ですね。一応炊事場とかまどとテーブルになってますね。ちょっと見てみましょう。もうテント見えませんね。こちらが一応ね、かまど、屋根付きのね、建物で、あ、テーブルはなかなか立派なテーブルですよ。そしてこちら、おっと、お水出るみたいですね、ちゃんと。わ、景色は最高ですね。ちょっとお手洗いも見てみましょうか。で、こちらは多目的トイレで、きちんとね、綺麗な鏡もあって、トイレットペーパーもありますね。しかし、車、たくさん止まってますけども、皆さん一体どこにいるんでしょうかね。こちら、テーブルと椅子がありますね。この辺りはね、傾斜になってますけども、テント張るにはね、あの辺りだったら全然行けそうですね。そこもなかなかの特等席っぽいですね。駐車場からもね、さほど歩かなくても、この辺だったら眺めもよくね、テント張れますね。ここもなかなかいい場所ですよ。これは、さすがにバイクの乗り入れはダメなんでしょうかね。入ってこれちゃいますけどね。石でできたね、テーブルと椅子ですね。頑丈な石というかコンクリートですね。そしてこの下は草木が生い茂った崖のようになってますけども、そしてね、このね、通路のね、こっち側ちょっと傾斜がついてるっていうのとね、何やらこうふわふわとね、こっち側ちょっとテントを張りにくい状況ですね。張るんだったらこっちサイドですね。やはりテーブルがある方ですね。うん、この辺もちょっとね、斜めなんで厳しいですね。ここも急な坂なんでね、この辺りはちょっとテント張るには厳しいですね。上はね、まあ張れますけど、お地蔵さんとかもあったんでね、入り口付近がダメだったらどうなんでしょうかね。この辺りだったらまだちょっと傾斜が緩やかなんで、テントも張れますけどね。もしちょっと電波がね、1本しかないですね。海沿いにしてはちょっと珍しいですね。au の方は県外になってますよ。楽天モバイルはギリギリ1本。ちょっと電波状況は良くないようですね。海沿いって大体電波ね、良好なキャンプ場とかが多いんですけどもね、珍しい。あ、こちらお地蔵さんがありますね。何やらペットボトルにお水が入ってますけど。そして、あ、いい大きなね、テーブル、東屋がありますね。この辺りは、ちょっとお地蔵さんの近くはね、テント張るのもどうかなっていう気がしますね。さすがにね。もうちょっと向こうの方がいいんですかね。いやー、しかしここはね、すごい最高に眺めいいですよ。この東屋。うわ、このね、ここにもテーブルと椅子ありますけども、まあ、ここにも中心にありますね。すごいいい眺めじゃないですか、これ。あー、トンビが気持ちよく飛んでますね。この、東屋と言いますかね、これも立派なね、屋根でね、この中からね、見るこの景色、すごいですね。ちょっと今日はね、曇ってて、白っぽくなってますけどもね、水平線と空がね、境目が分かりにくくなってますけどもね、パノラマビューですよ、これ。すごいですね。でね、かなりのこのスペースあるんで、僕のツーリングドームぐらいだったらね、ここに張れちゃいますね。雨の日なんかはね、ここに張らせてもらえると、雨しのげますけどね、こっちにも一人行けますね。すごい、ここめちゃめちゃいいですよ、これ。しかし、駐車場ね、結構車止まってましたよね。あれ、皆さんどこに行かれてるんでしょうかね、一体。しかし、この辺りも傾斜がきついね。テント張るには厳しいですね。ちょっとテントを張れるスペースとしては、入り口付近とか、もしくはもうこのね、今の大きな東屋のところにもし、テントを、雨の日とかだったらね、なんとかもう夜寝る前にね、暗くなってからテント張って朝起きて撤収ぐらいだったら許してもらえるんじゃないでしょうかね。そしてこちら北長門海岸国定公園、自然と生命を大切に。あ、何やらこの下まで降りていけるような階段があります。うわ、あ、釣りしてますね、あそこで。これはこの階段を降りていかれたんでしょうかね。あそこのね、磯で釣りされてますよ。ひょっとしたら皆さん釣りをするために、あそこ車止めてるんでしょうかね。ちょっと私ね、高いところ苦手なもんでね、ここからの下をね、見るだけでちょっとヒューってなりますけどね、ヒューってね、あ、なんでしょうか、岩場のね、真ん中だけ、なんか緑色にね、濁って、何か白っぽい泡が浮いてるような感じになってますけどもね、なんでしょうかね、あれ。もねテーブルと椅子があって、まあここはさすがにあれですかね、この前でまあちょっと座ってね休憩するぐらいだったらいいですけどね、ご飯食べるパンとかを食べるぐらいだったらいいですけどね。うわすごい崖みたいになってる。これはあれは遊歩道のように見えますね。あそこね、これなんか遊歩道っぽくなってますね。で落ちないようにこのガードレールのように柵がありますけども、これどこから遊歩道行くんでしょうか。ひょっとしてこの道でしょうかね、もしくはこっちに道があるんでしょうか。あ、蛇とか出てきそうな雰囲気ですけども、あ、ここも遊歩道が続いてる感じになってますね。石畳と言いますか、ここから行くんでしょうかね。サーフィンを禁止しますとか書かれてますけど、あ、すごい、ここから行くみたいですね。これ行っていいんでしょうか。落石注意ということですけども、うわー、これちょっと怖いですね。なんか怖いですね。大丈夫ですかこれ。変な虫がいますけど、あ、結構な、これこそ川口探検隊じゃないですか。あ、ひんやりと涼しくなってきましたね。おそらくこの道を行けばわかるさ的なねアントニオ猪木さんじゃないですけどもね、海岸まで出れるんじゃないでしょうかね。これちょっと荒れ果てたと言いますか、草ぼうぼうのね、怖いですね。両サイド何も出てこないでくださいよ。うわ、蜂がいますね。うわ、どうなってるんですかこれ。うわ、すごいですね、すごいですね。これちょっとやめておきましょうかね。これおそらくこれを行くとね下っていけるっぽいですね。怖いですね、やめておきましょう。ここまでにしましょう。いやー、しかし謎ですね。あれだけ車がたくさん止まって、皆さんあの場所から歩いてどこへ行かれてるんでしょうかね。あの建物も誰もいませんでしたもんね。この辺り全く、先ほどね海岸で釣りされてる方はいましたけど、他に人が見当たりませんよ。これは七不思議じゃないですけども、何かちょっと不気味な雰囲気が漂ってきましたね。これ人が、あれだけの車があって人が消えてますよ。怖いですね。釣りをするにしても一組しか見当たりませんよ。あそこにね、はいはい、その旅出た島からね、あの向こうが角島なんです。あ、角島って、角島大橋の灯台もねくっきりわかるし。あ、そうなんですか。へえ。今日はちょっと霧が出ちゃうんですね。そうですね、今日はちょっとね。あ、本当だ、人が歩いてる。歩いて帰ってくれない。ここってキャンプする人ってどのあたりにテント張ってるんですか皆さん。お地蔵さんがあってね、お地蔵さんのこっち、北の時はね北風来たらダメよ。北東でも北西でも。あ、そうですか。もうね、もろやから。風はきついんですか、じゃあ。きついです。ぶっ飛ばされてね。テントも飛びそうですね、じゃあ。うん。夜中に畳んでね、入ってんすよ、みんな。あ、そうなん、そんなにきついんですか。雨が降るけどいいですかってもね、みんな自分家の方のこと考えて、いいですよって。朝来てみたら、大概がおられません。そうなんですか。その土手が。ああ。見えないしね。ここのキャンプ場はね、その辺りにもねテント張っていいみたいですね。そこまで車行けるんで、荷物をね運ぶの最初ですぐ近くにも張れるし、この辺りにもねよく好んで張られる方いるみたいですね。まあ、炊事場もトイレも近いんでね。で、僕今日はね、見てるだけでお金はいいですよって言われたんですけども、本来はね、二輪車は150円ですね。で、一泊するんだったら翌日分と合わせて合計300円ということみたいですね。ここからね、そのキャンプ場の方は市のものらしいんですけども、ここの駐車場ね、先ほどの管理人さんというか、おばさんの私有地みたいなんでね、ありがとうございます。こっちにもスペースがありますね。そうだからキャンプ場自体はね、先ほどのおばさんの話ではね、無料でキャンプできますよというお話だったんですけども、まあ、駐車場がね私有地ということで有料なんで、まあ、結果的に1泊するんだったらバイクだったら300円、車だったら600円になるのかなっていう感じなんですけどもね。いや、しかしやはりね景色がいいですね。あ、それとね、すごい風がきつい日はねとんでもなく風がきついみたいで、テントも飛ばされるぐらいの感じで、おばさんがね、忠告した日なんかはね、もう夜中にテントを撤収して、皆さん朝見たら帰られてるとかね、言ってましたね。相当風がきついらしいんで、北風っておっしゃってましたね。風の強い日はね、本当要注意みたいですよ。やはりね、先ほどのお地蔵さんの前あたり、あたりもね、平らなスペースなんで、あそこにも貼る人いるみたいですね。まあ、怖くなければね、そういうのが夜とか見ても。僕なんかそういうのを夜中にお地蔵さんとかパッて見ていたら怖いんでねちょっとあれですけどもね、炊事場の近辺あたりの方が荷物も運ばなくて済むし、おそらく次ね、いつか僕がキャンプするとしたら炊事場の近辺か、まあ、雨の日なんかにね、逃げ込むように来た場合は管理人さんにちょっとお話しして、あそこの屋根付きのところをなんとかねお借りできたらななんて思ってるんですけど、すごいね優しいおばさんだったんで、多分いいって言ってくれそうですけどね。いやー、コンビニでね、いつもの朝ごはん食べたいんですけどね、メロンパンなかなかコンビニにたどり着かないですね。なかなかコンビニがないですよ。さあ、現在私山口県をね、東の方角に向かって走っております。まっすぐ行くと増田まで83キロ、萩まで21キロと書いてますね。国道191号線ですね。